流してない。うおーやばい、うおー撮りたいんだ。これはもうサムネです。ふふふ、始まりました。長鳥チャンネル。このチャンネルはですね、長野県在住のリポーターが長野県のコアな魅力とお得な情報を発信する Vlog 形式のチャンネルです。今日はですね、長野県の大町市にあるこちらアソンチョスタイルアドベンチャーさんに遊びに来ました。こちらはなんとワンちゃんと一緒にカヤック体験ができるみたいなので、すごくテンションが上がっております。なので本日もゆきちゃんと一緒です。よろしくお願いします。ということで早速カヤック体験してみたいと思います。長鳥、はい、ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アソンチュスタイルアドベンチャーズの山口です。山口さんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。うちの子、泳いだこともないし、多分本当に上がると思うんですけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。あ、本当ですか？はい、結構同じように心配される方は結構いらっしゃるんですけどね、問題なくみんな、心強いじゃあ今日は一日山口さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあみんなでカヤック体験いきます。レッツゴー。若干緊張しております。よし、やりましょう。1、2、ゆきちゃんおいで。怖いね。いきなり知らんところにポンってこう舞い降りると安心かどうかもわかんないですからね。ちょっとずつ行きますね。大丈夫よ、おいで。で、ちょっと様子見ます。くんくん、できればあんまりこうね、構わない方がいいもんね。なるほど。そうで、そのまま揺れに慣れるまでそのままほっといてくださいね。まだ焦がずにそのまま浮かんでてください。かわいい、ゆき見てしいね。まあ大きくですね、こう見えましてね、一番深いところはなんとね、水深60メートル近くあります。60メートルだって。はい。だけどこの水がすごい綺麗なんです。パドルこう入れていくと白いのパドルの先がずっと見えてますよね。ずっと見えます。まあ、日本でもだいたい10位ぐらいを行ったり来たりの透明度ですね。本当に水が綺麗ですね。綺麗、本当に綺麗、飲めそう、飲めそうなぐらいね。まあ実際飲まないでくださいねゆきちゃん気持ちいいね。ではこのままね、行ってみましょうかね。まずここの湾を横断しましょうか。湾を横断します。はい。木の下に行きます。木の下くぐります。わあ、綺麗、水が。まるでディズニーだぞ、ここは。ディズニーランドだ。どうですか？さあ、ここを通るぞ。向かい合ってます。ふん、石って、青木湖のお水、ナチュラルウォーター、ミネラルウォーターか。楽しくなっちゃったのね。はい、上手。はい、オッケー。ありがとうございます。最高でしたね。うまくいったね。はい、ということで、もう私は感無量です。まさかゆきちゃんとあんな綺麗なね、湖であんな綺麗な景色を見れるなんて、もうありがとうございます。ありがとうございます。本当に感激しました。もう大体のワンちゃんは、ああやってもう、おとなしく一緒にお散歩できちゃうもんなんですか？そうですね。まあ手順を
ゆっくりゆっくり踏んでもらって、今まで全部のワンコがちゃんと火薬ドッグになってます ね。山口さんは、こうワンちゃんのペースでね、ワンちゃんから乗ってこれるように促して、こう無理やりやってないから、すごくなんか優しくていいなってもう最初から思いました。ここ、アソンチュースタイルアドベンチャーズ。遊びに来てワンちゃんと最高の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。本当に今日はありがとうございました。貴重な体験。はい、ありがとうございます。長鳥。なんか次はね、ワンちゃんと一緒にランチを楽しめれる場所に行くみたいです。楽しみ。ありがとうございます。はい、到着。じゃん。レマルチャテラス。ここはなんかね、ワンちゃんと一緒にランチを楽しめれる場所みたいです。ねえ、緑がいっぱいだね、ゆうちゃん。広いね。しかも、天気が良くてもうウッドだから、そんな暑くならない。じゃあ早速、ゆきちゃんはね、店内には入れないんですけど、店内をチェックして、今日のランチ、注文していきたいと思います。かわいい。うわー、素敵。めちゃくちゃ素敵、この窓。絵だよ、絵、見て。ほら。こっからの景色。やっぱウッドはいいですね。ぬくもりが。何、松下さんって誰？松下さんって大町市の陶芸家の方で、本当にこだわりないから。たらもうこれですよね、松下さんのこだわり信州黄金の、なんていうんですか、黄金シャモ、シャモ、はい、これにします。ではお待ちしましょう。はい、お待ちください。うわー、すごい、なんか魔法のランプ。かわいい。これがアイスブルーマローティーですね。アイスブルーマローティー入りました。はい、お好みで蜂蜜、生蜂蜜をお召し上がりください。あとこれが梅ジュースになります。梅ジュースありがとうございます。持ってまいりますので、お待ちください。かわいい、見て。お花もいてるよ。で、これが信州の有名な生蜂蜜。で、セットのスープと梅ジュース。早速飲みたいと思います。いきます。生蜂蜜。アイスブルーマローティー。色はちょっと、まあ可愛い、可愛いけどちょっと毒々しいじゃないですか。もう味とのギャップがすごい、めちゃくちゃ優しい味。美味しい。まあこのね、蜂蜜がまたね、程よい甘みですごく上品。なんか生蜂蜜、普通の売ってる蜂蜜ってもっと硬いのにすごい柔らかい。最高ですわ。すごいの来た。うわー、すごーい。美味しそう。これ胸肉なんですけど、もう見た目がなんかもうすごい脂が乗ってて、胸じゃないみたい、ももみたい。いただきます。美味しい。じゃあ早速松下さん家のシャモいただきます。松下さん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。外がめちゃくちゃパリパリで、中が胸肉なのに全然パサパサしてないの、しっとり、夏にぴったり、最高。長鳥。次は青木湖にある大向キャンプ場に来ました。ここはね、動物も OK なのですごく嬉しいです。ここにね、置かれてるんですよ。
星野設置しろよってことなんだと思うんですけど、挑戦してみたいと思います。You've been all around in this part of town and now you're waiting for a perfect man. 無理ですね。助けてください。無理です。わかりません。スタッフ、はーい、スタッフ無理です。 Now don't look at me suspicious like there's something I don't see. 立ちました。今夜のお宿バッチリです。長谷、はい、大町にはですね、こういったキャンプ場の近くにこのような入浴施設があるんです。なので一日アクティブに動いてね、汗をびっしりかいても綺麗さっぱり汗を流してテントでねぐっすり眠ることができる。早速私一日中汗かいたし、さっきのテント設営でもびっしゃびしゃなのでお風呂に入ってまたテントに戻りたいと思います。では行ってきます。はい、最高でした。もう汗を流してこの綺麗なさっぱりした体でご飯を食べてテントで今日眠れるって考えると超幸せです。なのでもうお腹がペコペコなので早速キャンプサイトに戻って料理作っていきましょう。ということでキャンプサイトに戻ってきました。じゃん、これからですね、夕飯を作っていきたいと思います。手際がいい。芋がもうちょっとです。あと2分だけ炒めます。はい。あ、崩れた。オッケー、できました。ハニカ特製ウミペペチーノ、ダイナミックですね。こんな感じです。ウミペペチーノいただきます。うん、美味しいです。うまいよな、そりゃうまいよ。鶏肉やぞ。もも肉やぞ。美味しい、楽しい夕ご飯の時間でした。あ、楽しかったですね。やっぱ外で料理して食べるのってまだあんま慣れないですけど、すごく開放的ですごい楽しかったです。ということで皆さんおやすみなさい。また明日。あー疲れた。寝よう寝よう寝よう。ゆきちゃんおやすみ。長鳥、おはようございます。おはようございます。見てください、この朝日、ご来光です。暑くなる前にゆきちゃんと散歩します。最高な気持ちで一日が始まります。ということで長鳥チャンネルではこれからもコアな魅力とお得な情報を配信していきますので、お見逃しのないようチャンネル登録、そして皆さんぜひキャンプやってみたい、行ってみたいと思ったらいいねもよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。